環境音に関して、うん、原初世界と第一世界で異なる部分はありますか、こだわりポイントがあったら教えてください。あのね、これはね、あるんですね。非常にあるんですよ。でしかも、サウンドチームすごく悩んだところでもあるんで、ちょっと語らせてください。お願いします。ファイナルファンタジー14は BGM なり環境音なりボイスなり、要はコンフィグにスライダーボタン、音量のスライダーボタンがついてますよね。はい、ついてますね。で、BGM をミュートすることもできる。だから別に BGM 聞きたくなかったら、はい、BGM オフすればいいんです、はい、でも BGM オフしてもその世界にいるっていう音が全て鳴ってるんですよ、はい、BGM を振っても、はい、つまり環境音、動作音なり何なり、でその環境音に今回すごく実は第一世界を作るにあたって悩み事があって、ほう、例えばグリダニアの森の環境音であれば、まあ木々のざわめきだ、小鳥のさえずりだ、小川のせせらぎだ、滝の音だ、まあ想像つきますよ、ね、今回第一世界で表現しなきゃいけない環境音が光のハレーションだったんですよ ね、 そうね、はい、でこれってお話の流れで言うとあれってまがまがしい状況なんですよ、うん、はい、でも皆さん想像されるその光の環境音っていう音、例えば光の環境音ってどんな音かな、何の感情移入もない状態で考えてもらって、どうしてもやっぱファーとかキラキラキラ、そうそう、こういう感じね、こんな、そうね、イノセンスみたいな、わかるわかる、要は印象ね、そう、綺麗な音、いわゆるあのなんかコーラス帯のすげえ高音が世界に満ちてるみたいなね、そう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 、そっちを想像しがちだよね、そう、うん、しがちなんだけど今回それじゃダメだったんですよ、うん、そうね、そういうイメージはないって明確に言ってるからね、そう、取り戻すのは光ではなくて闇なの、うん、闇だね、はい、でこれで一体全体これはどうしたらいいんだろうってやっぱりすごい悩んじゃってで特にその環境音を専門で担当しているスタッフが結構頭抱えてて、うん、どういう風な表現にしたらいいですかねつって、まあでやっぱりその光のハレーションが起きている状況っていうのは、うん、ある程度の圧、うんうんうん、そう、何か抑圧されている状況っていうのを音でやっぱ表現した方がいいんじゃねえかってことになって、うん、ファーはファーなんだけどもなんかその不安な気持ち、高周波の嫌な、そうで、あとね安定しない、あ、なんかとはいえその高周波も使うし低周波も実は入ってるっていう、印象的には高い音なんだけど実は低い音もいっぱい鳴ってるっていうのを光のハレーションの時にずっと鳴ってるようにしたんですね。それはそれがまたすごく絶妙に難しいのがある程度の抑圧をかけるような音でなきゃいけないんだけども、これある程度フィールドを行ったり来たり長時間いるわけですよ。その時に本当にやるとやってしまうとゲームプレイが辛くなってしまう。気持ち的にこのゲームなんかすごい嫌だなって滅滅としていくわけですね。なのでそこまで至らずかつなんか嫌な不安な気持ちになるっていう音を目指して今回実装したんですけど、それがやっぱ今までと全然違うデザインだったのですごく時間かかったんですけど、結果多分あれはね、僕じゃなくてその後輩がやったんですけど、うん、あいつファインプレーだったと思うんですよね。すごく良かった。それってさ、光転向の時にしか鳴ってないの。そうです。じゃあ、まあその例えばイルメグならイルメグで、うん、あのティタニアを倒して、新たなティタニアが生まれ、夜が戻ってきた時、その不安な音は一掃されるの。一掃されます。で、闇が戻ってきたら夜の環境になるし、はいはいはい、で昼間戻ってくると、うん、もうその光のハレーションは消えてるんで、その音は鳴らない。もう普通の昼間の音が。そんなあなたに強くてニューゲームというものが存在するんですよ。なるほどね。だから今やってみると、やってみるとそれが分かる。それをしないと体験できない、うん、もう二度と聞けない。さっきのコルシアもそうだし、二度と聞けない BGM っていうの結構いっぱいあるんですよ、うんうん、哀愁漂うユーリモアとかね。そうそう、うん、じゃあぜひですね、試していただきたい。そう、ぜひ試してみてください。あの課金、あのプレイ券持っていれば無料ですから。そうですね、無料です、はい、やってもらって、ね、